シャンドス公爵は、かつて存在したイングランド貴族の公爵位。トーリー党の政治家だった初代カーナーボン伯爵、ジェームズ・ブリッジスが1719年にジョイされたのに、始まるが、孫にあたる、第三代シャンドス公爵、ジェームズ・ブリジッスが1789年に死去した、際に廃絶した。本校では関連性の高いシャンドス男爵についても、触れる。 初代シャンドス公爵ジェームズ・ブリッジズ・ハートフォードシャーやグラモーガンなどのシェリフを務めたロジャード・シャンドスは1337年12月20日に議会召集令状によるイングランド貴族爵位としてシャンドス男爵に除された。初代男爵の死後、その息子のトマス・シャンドスが2代シャンドス男爵を継承し、ついでその息子のジョン・シャンドスが3代シャンドス男爵を継承したが、 彼の死去で、男系男子が耐えた際に保持者不在となったが、その後、デジュリで2代シャンドス男爵の娘の孫にあたるジャイルズ、ブルージ、トマス・ブルージ、ジャイルズ・ブルージと継承されたことになる。ジャイルズの息子であるジョン・ブリッジスは、ヘンリー・パッセイからメアリー・一世のチューダー朝の宮廷に仕え、ロンドン党長官として、ジェーン・グレーが団頭台へ向かうのを手伝い、また、エリザベス王女を収監した。 メアリー女王にスードリー城を与えられるとともに1554年4月8日の直居城によりイングランド貴族爵位カウンティ・オブ・グロスターにおけるスードリーのシャンドス男爵にジョイされた。彼は時々でジュリの第一期の第七代シャンドス教徒も記される。初代男爵の次男の息子であるジャイルズ・ブリッジズは1627年5月17日に イングランド順断尺くらいの順断尺に助せられており、彼の孫にあたる三代順断尺、ジェームズ・ブリッジズが八代シャンドス段尺を継承したことで、この順断尺位はシャンドス段尺くらいの従属称号となった。八代シャンドス段尺の子、ジェームズ・ブリッジズは、就職前にヘレフォード選挙区選出のトーリー党の庶民院議員などを務め、1714年1月19日に、 第9代シャンドス男爵を就着した直後の同年10月19日にグレートブリテン貴族爵位カーナーボン伯爵とカウンティオブハートフォードにおけるミルトン爵に助せられたこの二つの爵位には彼の父の男系男子を特別継承者とする規定が付けられていたついで1719年4月29日にはグレートブリテン貴族爵位 シャンドス公爵とカーナーボン公爵に助せられた。彼の没後これらの爵位は息子のヘンリーが継承し、ついでその息子のジェームズに継承された。三代公ジェームズは1747年2月10日に母方からスコットランド貴族爵位の金ロス教を継承していたことが後世に確認されている。男子のない三代公爵の死去後、シャンドス公爵、 カーナーボン伯爵はじめほとんどの保有爵位が断絶したが、キンロス教のみは娘のアンに継承されている。アンの夫である第二代バッキンガム公爵、リチャード・テンプル・ニュージェント・ブリッジ・シャンドス・グレンビルは1822年に連合王国貴族爵位バッキンガム・シャンド公爵に助されている。コンプリート・ペーラゲにおける称号のスペルはチャンドースである。ありがとうございます。